こっちはこのぐらいでこの形でいいので、伸ばして。伸ばしてます。はい。で、炒めれば切っちゃう。はい。はい。ちょっと毛先の重さをむしろ出した方が良いそうで。まず前髪を切る方法なんですけれども、R2 セニングでカットしていくんですが、まあ、こっちに流す感じです。まず R2 でとりあえずガイドラインをちょっと切っていった方がいいと思います。このような感じで R を描きながら切っていきます。今度はショーバルタンで、いつものように指をここに挟んで先っちょを締まらなくしますね。で、前髪は丸さがあった方がちょっと可愛くなるんで、こっち側の刃で切っていきます。で、指はここに挟んだ状態で、開閉の最後はこのぐらい、先っちょが2センチ角ぐらいです。わかりますか？このぐらいの感じで切っていきます。はい。ここに挟んでるんで、ゆっくり開閉していくような感じですね。で、この指をこっちに入れれば入れるほど、締まらなくなりますよね。これを奥に入れれば入れるほどあまり切れないんですね。なので、この指のここの量、人差し指で調節をします。で、最初はこっちで切ってるんですが、このままだとこうなっちゃいますから、最後はエンドラインはこっちで切っていきます。こう入れてるのをもっとこう入れるところですね。簡単に言うとイングラってのはこう、これをこう入れるってことですね。はい、では前髪切っていきます。このまま。切ったら、で、先ほど言ったイングラはこうですね。こっち側にこうする感じです。まつげが当たらないぐらいの角度で切る。その時に、本当に重さが出したい場合って、モデルさんがこう向いてると、ここ切りますよね。そうすると上げた時に前上がりになっちゃうんですね。ってことは、本当重さ、どうしても今毛先が、この辺の重さがちょうどいいんですけど、ここの重さがかなり今少ないんで、ここが持った方が、ちょっともっとこう、バランスがいいかなって僕は思うんですよね。なので、こういうものを完全に増やしたい場合は、ちょっとモデルさんに上を向いてもらって、切った方がいいです。そうすると、下ろすときにこっちが長くなるんで、ちょっと重く見えるというか、ダミーなんですけど、こういう感じで、ちょっとすみませんね、上をちょっと見ていただいて、で、この中に出てくる毛を切るんですね。で、その状態で見ててもらって、中の毛を切るほど。で、戻したときにこの上の毛がここに重なってきますから厚く見えるという感じですね。で、顔周りの、サイドのところをちょっとこのエンドラインと若干完全につなげないですけど、少しつなげた方が良さそうな気がしたんで、なぜかというと、モデルさんもうちょっと重さの位置を下げた方がもっと顔の、形がこうよりよく見えるかなと思うので、今前髪の位置がここなんで、今日もうちょい重さの位置を下げた方がバランスいいんですよね。なので今ここで前髪横ってなっちゃってますから、モデルさんの感じからするともうちょっと重さの位置を下げる位置に持ってきた方がいいんで、ここにダミーの重さを作ります。で、ダミーの重さって何かっていうと、このエンドラインとここをちょっとつなげて、若干ですけど 10% 以下の T2 スイングでつなげるんですけど、ちょっとここに重さがこう来るような感じにした方が重心が下がって、よりここら辺が締まって見えると思うんで、そうします。そう、 T2 だとこのお尻の方のこうコーム代わりに取れるん で、この時取り方としてはグッて噛んだ時の骨格があるんですけど、ここにこの骨格に沿って取ってあげるといいと思います。こうまっすぐ取るっていうのは、この骨格のところをぐるっと取ってあげるんですね。そこをつなげていきますね。で、この時に上からつなげすぎると重さ結局上がらない、下がらないんで、ちょっと無理やり下がる位置、この辺かなっていうのをイメージして、はい、これを、取っていきます。そこをあまりベースを潰さないようにして
やるとこの重さがちょっと下がるんですね。でこの重さが下がっていくことによってより伸ばしていけるようになるので、ちょっとこう隠れるようになるんですか。で重さがちょっとこれで下がると思うんですね。でこっちも同様に重さを下げていきます。まあこのストレートの感じは生かしたいのであまり崩したくないんでラインは入れないで切るという感じですね。で、ここも同様に、こうグッとパンダが出るというですね、この筋肉に合わせて取っていきます。そして、こちらは前髪のエンドラインがすごく上にあるのでここ気をつけないものは結構上になりやすいんで、顔の真ん中辺中間ぐらいにこう鼻よりちょっと下ぐらいのところに重さが来るようにイメージするので結構こっちは無理やり繋いでいきます。でこっちがちょっと難しいのはインぐらいで切っていくんで、まあ、毎回動画でも言ってるんですけど、まあ、このまま切っていってもいいんですけど、やっぱりそうするとちょっと跳ねる感じになっちゃうんで、ここがちょっと難しいですけどこういう感じで繋いでいきます。反対側は2回スニング入れてもう1回こっちも入れていきます。右のエンドラインと無理やり繋いでいきます。はい、そうすることによってここが下がりますね。でここが下がってくるのでより重さ位置が下がるということですね。前髪の位置はここで、前髪をちょっと少し手先動かしてあげて少しシースー気味にしようかなと思います。毛先だけ量をあまり取りすぎると危険なので少し縦に入れていきます。ここですね、ちょっと隙間が見えるぐらいのシースルーバンドにしていきます。あの上の方は縦にパネルを引き出して横から入れていかないと、まあ、表面に短い毛出ちゃうんで、わかりますかね、こういう感じでちょっと横にするとこういう風にして縦にこうやって逃がしていきます。こういう感じですね。でちょっとシースルー的に持ってきた方が絶対可愛いと思います。で重さの位置も下がり、これシースルーの番号もできるようになります。前髪はちょっと長めの方が全然いいので、あとはカットラインのチェックですね。カットラインが実際にちゃんとなってるのかをちょっとチェックしていきます。今下しか切ってないんですけど、あんまり揃えるとすごい辛くなっちゃいそうなんであえてあんまりやってないんですけど、